生活共同組合、コープは一般市民が集まって生活レベルの向上を目的に各種事業を行う共同組合である。コープはコーポラティブの略で共同組合全体を指す故障であり、世界的には消費者が組合員となる政協よりは生産者や労働者が組合員となる農協、漁協やワーカーズコープの方が組織数や構成員数が多い。 国際共同組合同盟が共同組合の世界的な同盟組織である。政協は市民自らの手による生活事業組織である。世界的には2016年時点で2億5000万人が共同組合に参加して働いており、また総売上高は少なくとも年間2.2兆米ドルになることが ICA より報告されている。 ロンドンにあった西京の店舗19世紀に英国の実業家であるロバート・オーエンが働く者の生活安定を考えて工場内に購買部などを設けた理想工場をスコットランドのニューラナークに設立したことに遡る。マンチェスター郊外のロッチデールでは宝石業が盛んな工業地域だったが工場労働者は生活用品を高く買わされておりたびたびストライキが発生した。 このご労働者たちは資金を集めて商品を安く購買できるロッチデール先駆者共同組合を設立。これが世界初の生活共同組合であり近代的共同組合の先駆けとなった。イギリスではロッチデール先駆者共同組合の流れを組むコープフードが世界最大の盛況として事業運営を続けている。本部はマンチェスターにある。 イタリアの生活共同組合はイギリスでの誕生から10年後に始まった。宅配ではなく店舗での展開がメインとなっている。イタリアの生活共同組合は、組合員の一定数の利用がないと政府から減税措置が受けられないため、組合員の利用促進に特に熱心である。イタリアには7つの巨大盛況があり、ハイパーマーケット、スーパーストア、小型店舗などを 各都市に展開している。特にイタリア北部では、成協が発達し、イタリア全土の流通市場に占めるシェアは18%を超える。日本では、消費生活共同組合法に基づいて設立され、食料品を中心とした購買事業と共済事業を主として展開されている。日本では、内務大臣の品川矢次郎や平田塔介が中心となって、 資本主義の弊害是正、中産階級の育成、庶民の生活安定を目的として、ドイツの共同組合を見習って、1900年に産業組合法を制定した。産業組合法に基づく産業組合には、信用、販売、購買、利用の4つの業種があり、各地に各種の産業組合が設立された。これが、農業共同組合、漁業共同組合、 信用金庫、信用共同組合等の母体となった。生活共同組合も当初の法的根拠としては、これが該当する。生活共同組合が、農業共同組合などと異なる歴史を持つ点として、下からの組織として労働者や消費者らが、自ら出資金を集めて設立し、事業を始めていったことが指摘される。その意味からは、現在の生活共同組合コープ神戸が、 香川豊彦らが1920年頃に始めた農民運動組織や郊外組合の流れを組むものとして日本国内の政教の祖であると伴いに最も歴史の古い政教として認められる。戦後の政教は消費生活共同組合法に基づいて設立されている。当初は職場や学校や地域に小さな政教が無数に設立され、それらが合併や 解散や新規設立等を繰り返して、現在の姿となっている。政教は県境を越えて、事業を行ってはいけないという法律条項が長い、間存在したので、県単位ごとに一つの大きな政教にまとまる傾向が続いた面がある。またその一方で、同じ県内でも新たな政教が設立されるなどすると、互いに競合関係が生じる面もあり、 生協同士で事業を競い合うという実態もある。日本の地域生協の事業の特徴として、組合委員がグループを作って、そこへトラックで配達するという共同購入事業が挙げられる。これは1970年前後に、日本で職の安全性に対する信頼が低下した時期に、大学生協を母体として、各地に地域生協が設立する動きが広がり、 その中で生まれてきた業態である。日本独自のシステムとなっている。組合員一般に、政協と呼ぶ場合は、消費者を組合員とした市民政協を指す場合が多い。2005年末現在政協は、組合員からの出資金で運営している。組合員は政協を利用することが可能であり、運営にも参加できる。原則として、政協の利用は、組合員のみに限られている。 出資金は、脱退時に払い戻される。生協の事業としては、食品や日用品、衣類など商品全般の共同仕入れから、小売りまでの生活物品の共同購買活動が中心であるが、それ以外にも、共済事業、医療、介護サービス、住宅の分譲、観光総祭まで非常に多岐にわたる。生協の中には、 多重債務者や生活困窮者の生活再建のために、定理融資する消費者信用生活協同組合、映画館を運営する、都映画生活協同組合、俳優、声優など芸能人のマネジメント業務を行う、東京俳優生活協同組合、都市ガスの供給を行う、栄ガス消費生活協同組合のようなユニークな組合もある。成教組織には、 日本生活協同組合連合会や全国生活協同組合連合会、都道府県単位の生活協同組合連合会、全国大学生活協同組合連合会といった連合会もある。タウンイ生協は各連合内で共同仕入れや共同事業を行うことも多いが、それぞれの生協は独立して経営されており、競合する部分もある全国生協連の県民共済、 ただし、神奈川県では、全国共済、国民、共済コープの、国民、共済、独立政協など、が競合する。一般的に、組合員が運営し、組合員自身が利用するという形態上、利益の追求よりも、消費者の立場に立った運営が行われている。大規模スーパーマーケットと比較して、必ずしも値段が安いわけではないが、 消費者側の視点を持って販売されているという安全安心感を打ち出している。いわば消費者の消費者による消費者のための組合である。実店舗を有する場合、表面上は組合員以外も販売されている商品を購入することができる場合が多く、企業体のスーパーマーケットと変わらない。ただし、組合員は値引きサービスを受けられるなど優遇される。 共同購入事業日本の盛況の共同購入事業という業態は世界的にも他にあまり類を見ない珍しい業態として発達した当初は取扱いの品目数がかなり絞り込まれた構成で一般流通商品とは最下が図られた PB 商品を中心に取扱い利用する組合員の支持を得て発展した特に安全性にこだわった商品政策を 連合会全体で持ち、そのことを通して業界の中でも先駆的役割を果たした。利用者のニーズを生かした商品開発でも先駆的に取り組んだ。現在ではグループへの配達ではなく、利用者個人宅への配達が多くなっている点と、取扱い商品が量販店一般とあまり変わらなくなっている点において、同業他社との差異化が図りにくくなっている。 しかしながら、物流システムの構築の仕方や、商品設計のあり方において、引き続き独自のノウハウを持っている。消費生活共同組合法に基づく組織については、各地の大学にある、購買請求の中央組織、地域ごとの共同仕入れ等を行っているところもある。略称、医療福祉請協連、医療や福祉に従事する、医療請求の全国組織で、 全国111の医療生協が加盟。参加に78病院350診療所を要する。生活共同組合のシンボルとして虹色の旗が用いられる。世界的にはカナダの共同組合運動家のアレクサンダー・レードローによるレードロー報告が今日の共同組合運動の大きな指針となっている。この報告書では 組合員の民主的参加や共同組合の経済的目的だけでなく社会的目的が基本的な考え方として唱えられた。これは1980年頃から経済状況が市場主義的な傾向を強める中で共同組合も企業的な色合いを濃くしていたことに対して継承が鳴らされたものである。 イギリスのジャーナリストのポール・メイソンは2015年に出版したポストカーピットリザム A ガイドツー・アワーフューチャーの中で共同組合が2008年からの世界的な経済危機の中でも組合数を増加させていること安定的に雇用を生み出していることに着目しているポスト資本主義社会での共同組合の役割に期待を寄せているイタリアの哲学者アントニオ・ネグリは その著書の中でグローバリゼーションが進む現代にあって共同組合の果たすべき役割に期待する胸の記述をしている。日本では政教総合研究所や共同組合総合研究所や日本共同組合学会などが事業や組織の可能性について社会的な視点から研究を行い提言などを行っている。ありがとうございます。